ね、もう静まりまたやりにくいので喋るからあります。こういう声でいいでしたっけ、前のバンドになかって。おーよし。いや、前いいね、声上げてね。吉田君もね、はい、1年ぶりに、1年ぶりかな、お帰りです。お帰りですよ。お帰り。前回もね、吉田君と俺と谷原さんと3人でね、神谷、谷谷、吉谷のね、ヤンヤンブラザーズでやらせてもらったんですけどね、今日は、ギュンヤンと、キジマヤンと、追加されまして、ヤンヤンファミリーということでね、今日は、暑い夏の前に、暑い夜を、みんなでね、楽しもうかと思いまして、大丈夫です、皆さんもヤンヤンファミリーですからね。ぜひ今日、ヤンをつけてみましょうね。なあさんヤン、音大丈夫か。今日はもうヤンヤンファミリーですから、はい。これ誰かと二人でやるといいよ。ヤンヤン歌のスタジオという名前になるんですけど、ね、うわ年齢が出ちゃった。冷たこういうね、こういう残念なことがあって、いつかはね、こう楽しいことがあるんだと思いながら日々頑張ってるわけです。とにかくそういうのね、思って書いた曲があるんです。雲の上に咲いた花という曲です。
雲の上に咲いた花ということでね、必ず昔からある誰もがね、使っちゃう言葉ですが、明けない夜はないとかね、止まない雨はないとか言いますが、本当にね、僕もそう思って、どんなにしんどい時でも、どんなに悲しい時でも必ず頑張ってればそこに、なんていうかな、ちゃんと上を向いてればね、その雲の上でいつも花は咲いてて、その雲が解いた時に、僕らのことをね、また照らしてくれる、そんなね、太陽のことをちょっとね、歌った曲でした。ちょっと一組目とね、世界観がまだまだちょっと やりにくさがちょっとまだもう別世界入ってるの大丈夫ですか？およし、もう別世界入ってるから嬉しい、嬉しい、嬉しい。いや、今日の木島屋いい子引きずっていこうかな。逆にハングモード見せようかな。いやいや、本当ね、なんか宮崎はね、このゴールデンウィークっていうのなんか音楽のお祭りみたいなね、国際ストリート音楽祭とかいろいろやって、昨日もね、僕は国際ストリート音楽祭道端でね、ベースを弾かされたんですよ、谷庵さんに。めちゃめちゃ言うな、誰か言うな、俺台湾でやりたいからお前ちょっとベース弾けってベース弾かされたんですよ。ひどい、ひどい人だ、あの人は。いや、そういう話では次の曲に入れない。あのね、まあまあ52になりまして、まあこれだけ生きてるとね、いろんなこうことがあって、特にね、別れというものが非常に多くなってくるんですね。それは死別であるかもしれないし、例えば、どっかにね送り出して別れたりとか、いろんなことがあって、で、ね、一生ずっと一緒にいようねって誓い合っても最後は別れて終わるし、そんなことをねこう考えたら、一人一人別々のね旅を歩んでるんだなと思って、ちょっとね、そういう気持ちで書いた曲なんですが、これから暑くなってくる季節なのでね、ちょっとあるのかなと思いますが、君も笑顔だと信じ
時は無情で年を重ねさせる一緒にやらせてもらえるのはやっぱりね気合いも入るしなんかねなんていうかな昔はやっぱり思い出すし、うん、なんかそういえば何日か前に吉田君が6名間でライブやったっていうのを上げててインスタでそのステージの映像を見て映像か写真か見てうわって超懐かしいなと思って僕らがお世話になってるのがもう30数年前で6名間、山口さん今でもいるのかな、あの6名間っていうね、いわゆるほら、X とか、いるなしとか、ああいうね、ビジュアル系のバンドの人たちが出てきた、もちろん売れる前のボーイなんかも出てるらしいですしね、で、その話それを見たからか分かんないけど、なんかそっち方面のアンテナがすごい張ってて、TikTok をバーッと流し見してたら、東京ヤンキースというバンドのライブ映像が出てきて、うわ実はその6名間行ってる頃に可愛がっててもらったバンドが東京ヤンキースとユースケっていうバンドで俺らが立った時東京ヤンキース出てたんですよ。マジ？そうなんですよ。マジ？対バンしたんですよ。ノリさんいたんだ、あの日。そうっすよ。マジか。だから今ちょっとびっくりしちゃった。そうで、まだね梅さんがいて、そういましたね昔ね、うん、で要はエクスタシーの社長だったのかな最後。今スリーピースよ。スリーピースよ、はい、で東京ヤンキースっていうバンドがいて、そこに可愛がってもらって、で
その後に今度はね、東京アンジスを作ったベーシストの阿美さんという人がいるんですけど、その人がカリスマというバンドやってて、でカリスマっていうもう日本中ね、年間にね200何十本ツアーをして回ってて、でその人たちとカップリングツアーを回ったなとかいうことをね、そのヤンキースの映像を見て思い出したら、どんどん出てくるわけよ、その TikTok で、それこそユースケートも出てきたし、それこそソバットも出てきたし、レディオツも出てきたし、そしてね、本当にいろんな、ロックバンドが出てきて、うわ懐かしいなと、ギリティバイスかとか知らない人たちがカラーかとか、オボラかとかね、オボラとか分かります、カラーとか昔いたでしょ、で、カラーかな、ベースのマリーさんとかね、マリーさんと弾いた人が GD フィッカーズで、そこもお世話になったけど、 GD フィッカーズのベースに入って、その時に、まあ、亡くなっちゃったりとかしたんですけどね、なんかそういうのとかね、ニューロティカとかいろいろ出てきて、まあ、超懐かしいな、そのアンテナが張ってるからかなんか分かんないけど、その日からずっとこの曲が頭から離れなくて、これが今日まで離れなかったらやれってことだろうなと思ってやることにしてみました。さっきリハーサルで初めて通してみます本当にうまくいかない可能性の方が大なんですけど、知ってる人いると思うんで、ナーさんは確実に知ってたので、ナーさんが助けてくれると思いますが、知ってる人はもう一緒に歌ってコーラスの部分もあったりするんで、知ってる人は多分絶対いける。飛び切り
消えなくて、だからもう多分今日やらないと消化されないなと思ってだからもうやろうと思って急遽譜面準備したんでね、まあ、出来はねそこそこだったかもしれないけど、みんながねエネルギーをくれたので最高の仕上がりになったと思います。さすがヤンヤンファミリーっていうことでね、いいじゃないですか。この夏をね、盛り上げるための最初の一発目は暑い夜ということでね、これからまだ谷原さん出てきてね、吉田君も出てくるし、ゆんちゃんも出てくるしね、みんなで声出してうわーっと盛り上がって最高の熱い、夏にしましょう。こうやってさっきも言いました、僕は本当はベーシストなんですが、こうやってギター弾いて歌ってます。それはなんでかというと、もうこの年になるとやりたくてもやれない奴らがいっぱいいて、歌いたくても歌えなくなった、家族の事情、仕事の事情、いろんな事情、もう死んじゃった、いろんなことがあってできなくなった奴がいっぱいいます。ありがたいことに俺はこうやって舞台に立たせてもらってますし、立たせてもらえるきっかけをこういうオファーをいただけてます。だから、歌い続けていこうと思います。どんなに、ジジイスまで歌ったんだって言われても、あいつらの代わりに俺が歌おうと思ってます。それが俺が歌うわけです。今日の最後の曲、それが俺が僕が歌うわけの曲です。神谷でした。いつまでも
忘れるように何が出演者の名前を見たら必ず集合だということで、谷原さん